これさ、焦っていく3連目でよはい、前の皆さんこんにちは、ふうさんです。今回はスマブラ新キャラカズヤが参戦したので、これをね使っていこうと思います。はい、ということで1戦目、コンシュンさんよろしくお願いします。カズヤミラー来たー。やっぱり初日はね、カズヤミラー多いんですが、ミラー対決なら負けないぞということで、見てこのジャックこの充電コンボさ、最初のあの映像で見た時、これめっちゃむずそうじゃんと思ったんだけど、嘘、横綱出決まっていく、やばいこいつこれやってることリトルバックなんだよな。で、この充電コンボね、めっちゃむずそうじゃん。ただね、これね、A ボタン連打してるだけなんだよね。やばくね。なんかめちゃくちゃむずそうに見えて、ただ A ボタン連打してるだけ。でもね、これね、実はね、ずらしたら当たんなくて。でも、初日なんで、それを知らない人がいるということで、一戦目勝利していく。はい、ということで、続きまして、お相手のルールで、チャーキラリになったね。チャーキラリルール。さあ、カゼのね、切り札も見ていきたいところなんで、さあ、まずチャーキラ貯めていきましょうか。カズヤのね、チャーキリはね、チャーキリ切り札、桜井さんが言ってた感じではね、崖橋使ったらね、なんと即死もあり得るということで、ちょっと楽しみだね。かなり強そう。さあ、これはかかと落とし。ね、ここはスーパーアーマーでご利用していく。おい。スーパーアーマー質問見てよ。ちょ、これ、早すぎて。バース早すぎてたまんないぞ、切り札。さあ、これはしっかり返っていって、どうしようかな。かかと落とし、ビオレッタみたいな感じね。さあ、これは10連コンボつなげていく。火力高え。上様ダーク上様強い。さあ、相手たまったね。さあ、着地直して横 B 倒しちゃいそう。これ当たったら、当たったら倒しちゃいそう。あっ、3連目でよやーべえこのキャラ。いや、確定してないよな、さすがに。さすがに見てるから見ても確定しないよね。そこ痛い痛い。でも結構袋があるから、しっかり上から帰っていきましょうと。さあ、相手はメテオにビビってるんではないでしょうか。さあ、10連コンボちゃんとずらしくんね。やべ、危ねえ。さあ、2段からのコンボないかな。上強があんま強くないか。さあ、上様、ここで横綱飛ぶ飛ぶけど、デデデ重いから耐えるか。下方向に打つ技がないんだよね。ああ、もったいね。あ、今あれ出た、なんだっけ、雷神なんちゃら。どうやって出しか分かんない自分でどう出しか分かんないけど、出たわ。さあ、これは追いかけていく、追いかけていく。これでバーストとかワンチャンありそうだな。あと一発ダーキャンウェイスマをかますだけで飛ばしていく。さあ、これはクーエヌメテオからのなんかいい感じにつなげて、どれだっけな、横なんか雷神のやつやりたいな。相手を麻痺させるやつ。恐竜剣コマンドがマジ出せないんだよな。竜とか剣使ってる時もめっちゃ苦手だったんだよな。さあ、クイッ、これね、これクイッ、あれ違う、これかな、わかんない。さあ、レイジ来た。これデデデでも掴んだ方がいいでしょ。掴んでレイジドライブ最強か。はい、ということでクラウドさんよろしくお願いします。これラストやってきます。クラウドのさ、ウェビーにさ、ワンチャン下様見ても入んじゃない、決めようぜ。これさ、焦っていくクラウド積んでるじゃん。いや、かわいそうだよクラウド。今のかわいそすぎない、簡単すぎた今のは。で、自分食らってたけど、アーマーで殺したからね今。さあ、これ横火でフェイント、息を吐きながらもう一回決めようぜ、もう一回あれで終わらせようぜ。さあ、この辺の強技をね、うまくね使っていないんだけど、どれが強いか正直分かってないな。下強はあんま強くないか。しっかり復帰してから一回外、さあレイジ溜まった、一回外出したいな。はい、そこ戻します。さあ、これ使う、あ、間に合わないか、ウェビー早すぎる。さあ、ビーム打って、一回これかまそう、一回かましてから、あ、入るね。30%ぐらいいった、ダメージ高っけダメージ高すぎる。さあ、投げて、そこでためて、うん、そこ投げた、もう一丁、もう一丁、もう一丁投げて、ビーム、さあ、もう一チャンス、ビーム、惜しい、よいしょ、やめた。メテオ決めて、さっきのメテオ気持ちよすぎて癖になっちゃう。おい、さあ、投げる。今多分上投げしたらバーストできたけど、ここは決めたいから、決めたいな、決めたいな、決めたいけど、これどうしよう、もう一回、あー死んじゃった
はい、ということでラストやっていこうと思います。ちょっと初日にね、いい動画撮れんかったから、火またいでね、2日目になってるんでございますが、その分ね、ちょっと強化した私、フンさんはね、皆さんに見せていこうと思います。ちょっと、ででで。ちょ、おすごい回。そう、これで。一応、コマンドもね、一応、覚えてきたんだけど、正直ね、ブッパが強いわ。一日触った感覚ね、言ったらね、結局ブッパ強いわ。とりあえずブッパしてたら、勝てます。ということで、あ、キノコ欲しいね。あ、それ欲しかった。うん、これはちょっとやばい、死にます、あなた。あ、セーフ？俺、これ？下様？強すぎるって。強すぎる、あなた。で、じゃあ、悪い時間まで。あ、ナイス！ナイス、見てよ！いいよ！さらに、そこに見てよ！重ねていきたいんだが、悪い時間待って。そこで、モンスターボール、神がいいね、デブコンビ。さあ、そこに投げていくだけ。え？あれ？今、誰が死んだ？今。おい。取れないか。どうしよう。やめて。これ当たんない。はい、ということで、正真正銘のラストやっていこうと思います。ちょ、マジでさ、今、カズヤもう出て2日目なんだけどさ、誰も使ってない。マジでもう10戦ぐらいやって誰も使ってない。もっとさ、もう本当に誰も使ってない。飽きられちゃったな、もう。早くね。カズヤさ、多分全キャラの中で一番使われてないよ。だいたい新キャラ来た時ってもう数日間で、ね、もうそのキャラばっかとかなるんだけど、例えばね、ホームヒカの時とかね、めっちゃホームヒカばっかとかなってたのに、もう誰も使ってない。そう、ビーム打って、もう一度ビーム着させないぜ。うん、ビーム。何？いやー、お侍さん強い。コマンド出したいね、コマンド。やばい、死ぬ。助かった。これはしっかり下から帰ろう。危ねえ。おー、マイガッツ。コマンドで決めたいなぁ。雷神のなんかやつやって、オッケー。決めたのに。決めたのに、ジャスカされた。ちょ、ボムヘやばい。ボムヘまずい。まあ、ありがとう。ありがとう、ボムヘ。これ、チャーキルで決めようぜ。もうちょっとダメージ稼いでおいて、投げて、キャッチして、投げて、スタートントントントルントントルン。相手のチャーキリ、時間稼ごうぜ。こっちももうすぐ溜まると思うから、溜まった瞬間にかましたいな。やばい。相手見てる。そう、投げて、ん、溜まって、どうしよう。どこで使おう。相手怖い。オッケー。んー、じゃあこっちも仕返して。あ、やばい。どこで使う？これ投げからさ、いい感じに繋がんない？んー、からのジャンプで確定していくこれはさすがに言ったでしょう。国学様の墓場だ。ご視聴ありがとうございました。